トトトリ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 ピーさん。はい、なんでしょう、マオさん。まあ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 、マオさんにはならないんだよ。あ、しまった。クリームパン見せします。はい、トリッピーです。はい。ちょっともう一回だけやってください。なんで？お願いします。わかった。トト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 リピーさん。はい、なんでしょう、まあ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 、マオさん。これやらない方がよかったわ。いや、最悪だ。俺のせいでトリッピーがおもんないやつみたいに見えちまったよ。最悪だ。ということで、リージョン。はい。いや、買える。はい。うん、楽しい。最高。本当に今までずっと買えない、買えなかったですね、今まではずっと。公式に申し込んでも残念ながら落選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 、じゃけんだよ。でも今なら買える、買えます。いやー、興奮しますね。これ開封していくんですが、はい、今回ツツジちゃん抜けると思いますか？抜けます。 S の R です。 S の R は無理です。じゃけんだよ。S の R、 あ、HR ないよね。 HR はありますよ。あるのか。はい、でも基本的には HR より SR の方が、うん、SR だよね。はい、なんか V スターだけあれだよね、UR、 UR もあるな、 HR もあるな。HR、V スターがあって、うん、真央さんが1箱目だった、うん、このカードだけがウルトラレアあります、うん、あ、これ以外はもうないのか、V スター。そういうことなんですよ。あ、じゃあ唯一の唯一のウルトラレアです、ポケモンの。すいません、僕持ってる側の人間なんで。そういうことです。トリプさん持ってますか？あ、持ってません。開封していくー。じゃあどっちが早く開封準備できるか勝負しましょう。いやだ、お前さ、だってもう、はい、え、ちょっとじゃあ10秒待ってよ。あ、いいっすよ。よいしょ。10。 あとさ、あれ教えてよ、あのなんか8、7、あの、ちょっと待って、トリピ聞いて、あれ教えてほしい、あの、あれ教えてほしいんだ俺。あれは教えてほしくて、あの、なんかさ、早送りするじゃん、喋ってるのは同じテンポで、あ、でも早送りする技術、はいはいはい、あの、トリッピーが特許持ってるやつ。あ、特許持ってますよ、僕。マジ、そうそう、ガチ特許取ってるんで。ガチ特許？ガチ特許取ってんだ。あ、じゃあみんなあれやったらトリッピーさんがやってくるらしいっすよ。皆さん絶対にやらない方がいいと思いますよ。まあでもね、あれね、うん、結構ニコニコ時代のゲーム実況から僕やってるんで。あれどうやん？あれは、うん、普通に、まあ、うん、ビデオの映像って音と映像がついてるじゃないですか。ついてる、ついてる。あれをまずは分離させるんですよ。あ、分離させる、うん、分離させて、必要な、うん、トークのところだけを。あ、終わりました。弱わ。やば、弱わ。あ、俺にここで、ここに俺に脳の喋るところにリソースを咲かせるかね。あれはマジで知りたいから後で教えてください。わかりました。はい、ということで、それではダーン。マオさんの方が開封が、開封準備が早かったと。なるほど。まあでもやってしまったことによって次回以降やってもらえない。よし、ということでトリッピーさんの方が、まあ、やっぱ早かった。ハンディキャップもらったんで、マオさん早かったね。もう一人前です。やっぱトリッピーさんには叶わねえと。一人で動画撮れると思います。でもやっぱトリッピーさんがいねえと、いね、やってらんなくて。ということで、これでは、こちらを開封していきたいと思います。はい。ね、編集してるよね。それではこれではとか言ってたりしてさ、うん、たまにちょっと凹むよね。いや、わかります。アルセウスの実況でも、うん、なんで俺これ読み間違えてんねっていうことを読み間違えてんすよ、うん、いや、本当にね、なんかね、噛むときは噛むんだよ、はい、で、なんかもう冒頭だったらさ、あ、ちょっともう一回だけちょっとやり直そうってなるけどね。なるけど、もう途中からあとはさ無理ですもんね。もうこれやり始めたら無理ですもんね。そう、無理無理無理。こっちに関してはもう無理よ、本当に。あ、脅しし、怪しし、怪しし、脅ししですね。怪しし、脅ししじゃない。いや、僕そういう時に早送り使います、うん。あ、ここで噛んじゃったら、その噛んだとこ飛ばして、うん、その前ぐらいのところを映像としてちょっと倍速でギュッてするみたいな、うん、ズルじゃないそれ。全然ズルですよ、僕。なんでズルするの？いや、まあ、でも配信じゃないんで。あ、そっか。見やすくするための、うん、まあ、配慮ですね。あ、なんだ、俺の方が意識低かったわ、今。ズルじゃんとか言って。視聴者のみんなのこと考えられてないのは俺の方だった。そんなこと言ってたやつ、ごめんなさい。ごめんね。間違えました、トリッピーほど考えられてる。いや。キャンセルコロン。お、あ、それ結構、もしかしたら、使う時来るかもしれないです、この番の終わりまで相手のバトルポケモンの特性は全てなくなる。そういうことです。あ、強くないこれ。あ、そうですね。だから、まあ、バトル場とかに、うん、例えば、うん、そうだな、あのベンチバリアのミュウとかがいた、うん、あ、ビュじゃあマナフィーとかいたとするじゃないですか、うん、あれミュウって今もう落ちた。あ、ミュウは落ちたんですけど、マナフィーが変わりますね。そうか、マナフィーが代わりに。ただそいつをバトル場に引っ張り出した、うん、ボスで引っ張り出した後にキャンセルコロン使ったら、うん、後ろにも、まあ、ダメージ飛ばせたり。なるほど、キャンセルコロンはじゃあ強いんだ、はい。あとこういうやつですね。ほら、こういうやつが V から技のダメージ受けないよっていうのがめっちゃ強いんですよ、それ。あ、めちゃくちゃ強くね。そう、これ V っていうのはポケモン V、うん、V ユニオン、V マックス、V スター全部なんで。え、ミルタンク、スーパータンクじゃん。スーパータンクです。え、ミルタンクじゃ強いのこれ。あ、環境に結構入りましたね。あ、ミルタンク。はい。だからそれを突破するためにこれなんですよ。あ、キャンセルコロンで潰すんだ。そう、特性なくしてヒット目で110なんで飛ばされて。もう110だったらね、ちょろんと。そういうことです。結構その、普通のポケモンが活躍するのも熱いな。そうなんですよね。ミルタンクはかなりね。うん、
多分使い勝手いいと思います。あ、やっぱね、こういうテキストの読み込みも必要だな。甘い蜜はただただ甘いだけだよね。甘い蜜はただ、うん、そうですね、これ甘いだけなんで。あ、甘いだけなんだ。ちょっと舐めたらね、美味しいよって。あ、そっか。でも甘い蜜のこと考えた人のことはトリピー今の発言考えてないよね。あ、全く考えてないです。そこで強く出、あ、水爆風雲だ、やった、V スター初じゃないですか。嬉しい。で、厚化粧してるみたいじゃないですか。可愛くないこの子。なんか俺ね、おばあちゃんに見えるんですよね。おばあちゃんに見えなくない？え、なんか俺なんならエロネキ、エロネキの顔。いや、エロネキに見えますか。エロネキの顔だから俺好きなんだよ、ね、俺昔小学校の頃の駄菓子屋で働いておばあちゃんの髪の毛が紫だったんですけど、あー なんで紫なんだろうね。黒ではないんだよね。おばあちゃん紫多くないですか。おばあちゃん紫好きよね。あれなんでなんだろうね。わかんないです。多分俺の予想だと白髪が紫色になっちゃう、うん、あ、輝く月光が。やったー、めっちゃすごい。おめでとうございます。もう来てるわ。これマジで強いですよ。これエネルギー1枚出したら2枚ドローなんで。え、強くね。で、種ポケモンです。え、強くね。強いっす、これは。で、例えば、うん、悪タイプのデッキとかジャイアンの翼のファイヤーが毎回トラッシュからエネルギー取ってくるじゃないですか。取ってくる、取ってくる。あれでエネルギーちゃんと落とすの大変なのにこれで落とせるんですよ、うん、え、強くね。強いんです。え、めちゃくちゃ強いじゃん。めちゃくちゃ強いです。だからね、これはもう使われるから値段もね高いんですよ。月光がすげえんだ。月光がすごいです。月光がじゃあもう縛るずっといるね。ずっと、あ、まあそうですね、うん、基本的にはまあ、あ、入るデッキによってはずっといますね。水デッキ。あ、まあ、でも全部のデッキです。あ、どこでもいけるよね。どこでもいい。技打たなかったら、まあ技打ってもいいんですけど、水デッキだったら打ってます、この輝くシリーズってさ、もう前からあったの？それとも今回初？いや、今回が初。いや、もしかしたら昔のシリーズだったかもしれんすけど、うんうんうん、この入らないやつね。このさ、僕がやり始めた中だったら初です。へー、そうか。あ、でもトリッピーが初めて。トリッピーって今どんぐらいになるの？4年ですね。あ、4年か。はい、そうだ、サンダー&ムーンの頃なんで、うん、全然言えてなかったね。4時間口を回した割には全然言えなかったね。まあ人間なんでね、そういうことはありますよね。ごめんね、人間だった。俺も人間だったわ。すまんわ、なんか人間の気持ち考えられてなかった。そうそう、うん、あとディアンシーちゃんも結構ね強いかもしれないです。あ、こいつ？はい。プリンセスカーテン。はい、バトル場にいたら、うん、それあれなんですよ、あの、うん、ベンチのポケモンが、うん、サポートの方が受けないかな、確か。へぇー、あ、つまり強いね。何を受けないでしょう、マオさん。相手が手札からサポートして使ってその効果を受けないということは、サポートの効果、なんだ、サポートで相手に干渉するやつ。相手のベンチを干渉してくれ、引っ張ってくれ。はぁ ー、キャンセル転んだ。あ、違います。あ、違った。さっきクモ式でやったやつだと思ったのに。ごめんなさい。え、指令です。おお、ボスの指令ってベンチのポケモン呼んでくるじゃないですか、うん、あ、じゃあこいつがいればボスの指令バリアになるのか。そうです、種ポケモンだけですけどなります、うん、え、強くね。だからそれはかなり強いです。え、強いじゃん、ディアンシー。そうだから結構まあ使われるんじゃないかなって、うん、あ、なるほど、はいはい、キャンセル転んだ。ごめんなさい。ニコニコキラキラキラ。どうにかしてマオさんになんかたどり着いてほしかったが恥ずかしい思いさせてしまった。してないよ。別にしてないし。あ、爆風 V。 あ、なんかライン揃うな、今回。ライン揃いますね。あ、グラエナ。これトリッピーがグラエナの顔が可愛いから大好きって言ってた。あー、そうなんですよ。そうそう、つかグラエナ自体がめちゃくちゃ僕好きなんですよ、うん、あ、グラエナ可愛いよね。はい、はい、もうこれは本当にそう。怖いお姉さんもグラエナ連れてたしね。あー、確かに確かに、あれもいいっすよね。いい、あれすごくいい。あ、ガブリアス V の SR だ。え、ガブリアス V の SR。お、あ、まあ、やったー。おめでとうございます。かっこいいね。かっこいいですね。キラキラだね。それ、キャラクタースーパーレアがあるんですよね、それ、うん、それがこの段の一番のあたりです。あー、なるほど、あれね、あの、彼女と一緒にいるやつね。そう、シロナちゃんと一緒にいるやつですね。なるほど。あ、でもなんか、なんとなくトリピーの顔がシューって察してた顔にね。あ、でもガブリアスはその中でも結構当たりの方だと思いますよ、うん、あ、ほんと？ガブリアス人気がすごいんで。あ、ガブかっこいいよね。はい、ガブシロナね、ほんとにガブとシロナの、あの、ガブリアスと言ったら彼女って感じするよね。そうなんですよ、本当にすげえよな。めちゃくちゃ強いポケモンが、まさに、うん、アルセウスでやってシロナも出してきたやつもいた。あ、うん、シロナじゃないよ、ガブリアス出してきたやつもいましたもんね。うんうん、あれ、よし、次行こう。よし、あ、違うのか、待ってくれ。よし、あ、違うかも、待ってくれ、ごめんなさい。あ、ま、いや、でもまだ言ってないんでね。まあ、あの、ほぼ全員がプレイ中にそういうことかなって思ってはいるけど、まだだから、ね、まだだからね。全然知らないね。甘えなさんで全部ストーリー終わったってなったから、今俺そそしたね、ごめんなさい、本当に。ストーリーは終わったよ。ストーリーは終わったんだもんね。でもあれストーリーみたいなもんだから。間違いあったね。うわ、他に出るかな。ミルタンクさんだよ。ミルタンクさん、おめでとう。やったー。この爆風が一番イラスト好きなんだよね、僕。あ、ほんとかわいい。しかも、ほんとにかっこよくないですか。うん、かっこいい。かっこいいですよね。かっこいいですよね、これ。止水爆風は、
結構あの進化がみんなびっくりしたみたいな、はい、そうリアクションしてたけど、俺はその後ちょっと見たけど結構好きだったよ。そうなんかでも進化した時って炎出してないんですよ後ろの。あプリッピーの動画で見ました。あ見ました。なんかあのやる気なくてシュンって、え何こいつって全然やる気ない状態のやつは見たわいやだからマジでこいつって思ったけど、まあ、紫の炎したらちょっとかっこよかったっす。あかっこいいかっこいい、わかるわ。これキラキラもさ、このポケモンキラキラ、はい、ポケモンキラキラも使うやつのポケモンキラキラだったら欲しいね。あ、そうっすね、確かに、ね、今後このキラキラになるのかな、それとも今回だけなんかね。いや今回だけかな、翡翠大剣器 V スター、あれマジで翡翠デッキ作れるくね。あ、ほんとだ、大剣器、大剣器デッキ作れそうっすね。翡翠キラキラも来たぞ。これ大剣器も3 V スター3枚目なんで、うん、あともう3枚で多分大丈夫っす、ね、でも UR はデッキに入れないよ。ああ、そうなんすか？無理だよ。なるほど、なるほど。買ったら傷ついちゃうじゃないか。ああ、URL で揃えるぐらいの、心力があると思ってました、僕。ああ、じゃあそうするわ。ああ、強っ。はい、ということで、1ボックス目はこんな感じになっておりますと。はい、はい、はい。輝く月光が。月光が。いいですね、あとは、ガブリアス V。ああ、最高だ。そう。でも V のね、このキラキラ。あの前分かってなかったのよ。だからあのケケンカニがこれで出た時に、はいはいはい、いつもの V なのに2人のリアクションが違うなってなったけど、最近はもう外側が綺麗っていうのが、あ分かってきました。ポケモン初心者の人に、あのポケカーをとりあえず開封だけ見てる人に伝えたいんだけど、もう光り方がエグい。あそう、光り方が違うんですよね。なんかギャリーンってなってる。そう、うん、ギャリーンってね。そうギャリーンってなってます。ギャリーンってなってますね、確かに。はい、あと線かな。うん、なんか線がちょっと黒っぽく、黒の線じゃなくなって、 あと外がねなんかシルバーってる。あー確かに確かに、シルバーってる。それこら辺で分かりますね。そうそうそう、なんでそういうところで見て、あとはまあ左下に SR って書いてありますと。そういうことです。全然ピント合ってなかった。そこ多分右下です。あじゃあもう一個も回復していくぞ。やってかさあ、それではもう一発いっていきましょう。はい、2箱目です。2箱目でございますと、なんと大事守りやつにトリッピーが全部入れてくれました。入れます。本当にいいやつだよな。マジで何でもします。コメント欄でね、あシャンデラのエースね、キャラクターズレアですね。いいですね。コメント欄何ですか。コメント欄でトリッピーめちゃくちゃ褒められてるよ。あ、本当ですか。めちゃくちゃ優しいな、トリッピー。マオさんのリスナー大好き。あー明確にこびてきたいけると判断したそうそう、でもな、本当にトリッピーって優しいよなって言われてて、はい、本当は優しくん、あ、いや優しい、優しいですよ、本当に普通そこ投稿者は、うん、本当は優しいって言って、リスナーが、うん、いや、こいつは本当は優しくないよって言うはずなんだけど、うん、あ、俺が言っちゃった逆だった。トリッピーさん待ってください、足のしびれがえぐいことになったので少しお待ちくださいまず足しびれだろ。血が回ってやめてお願い、本当にやめて、いやピコ開封しようかってやったー、マオさんシールで動けねえんだ、あいつバーカバーカ。はい、いきます。ラップラーハリーセ、どうしよう、ここで伝わったらさすがに俺申し訳なかったかも。大丈夫、やっていいよ。え待って、光ってない。出てるくせえ。怖い。よかったね、マオさん。あ、でもまだしびれがすごい。まだしびれがすごい。しびれがすごいよ。爆発しちゃった。まあ、3本目、あ、違う、2本目じゃん、まだ。うん。え、今日、マオさん何本取る予定なんですか。多分、5、6本取るので、2本目から足しびれてたら、多分、5本目、マオさん、多分、足死んでる。ほら、いくぜ。あ、やばい。戻ってきたぜ。かっこいい。足の感覚が。かっこいい。本当は戻ってないけどな。トリッピー、無理しなくていいですよ。休憩してください。いや、俺、トリッピー、そんなことできない、俺。いや、いいっすよ、全然。トリッピーのためにも。なんで、俺のために割と時間ありますよ、今日。あ、そんなことない、そんなことない。もう、うん、まあ、いや、ありますよ、ありますよ。あ、ほんと？はい。そんなことない時の声色だったのを。俺人の顔色見て生きてるからな。いやいや、そんなことあるわけないじゃん。にゃっとちゃんですね、はい、あ、そうや、バサギの方が知ってます。え、知ってない。これ上の技読んでください。面白いですよ。コインを2回投げ、すべて表なら相手のバトルポケモンを気絶させる。はい、360点、あの、うん、340点のヒットポイントだろう、うん、コイン2回とも表だったら倒せます。なかなかだぜ。なかなかだな。4分の余分1か。余分1で、うん、まあでも 1N で打てるんで、それあのツインターボとか、ツインターボやって、はい、そうか、ダメージ下がろうか関係ねえのか。関係ないんす。ワンチャンないでもトリッピーは絶対動画撮ってる。多分撮りますね。多分撮ってる。こういうのが一番好きなんで。うん、まあ運にね絡んじゃうとね、うん、まあでもあの結局ウロボも運だもんね。あ、まあそうっすね。島星キラキラ、
まあ、ウロボ運だけど、うん、ウロボ手札減らした後にミュウで引けるあゲノムセクトで引けるから運じゃなくなるんですよ。ああそうか、はい、そこが強いんですよ。だからか、はい、そこが強いんですよ。あ強すぎじゃない、強すぎでしょ、強すぎなんですよ。そりゃそうするわ。あなんか電木島星キラ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 だ。いやちょっとこれあの、うん、アルセウスでさ出たキャラクターのキラキラが揃うの嬉しくないですか。嬉しい、すごく嬉しい、ね、わかります、めっちゃわかります、うん、なんかあやっぱね直近やゲームやってるとね思い入れえぐいわ、うん、思い入れえぐいんすよ。ジュナイパーも嬉しいもの、ジュナイパーもそしてバサギリも嬉しいもの。来たバサギリ、バサギリな、バサギリ俺ポケモン結局出さずに倒したからな。俺実はあれっすよ、うん、あの最後まで全部のキャラそれですよ、うん、マジであれ最後、うん、あ、カガイル、カガルチャカガルチャ、カガルチャ、クレベースとかでっかかったじゃないですか。あ、でかかった。そこら辺も全部ですよ。俺もクレベース途中で、わかんねえから行けっつってカビゴン思いっきりぶつけたもん。行けカビゴンっつって。カガルチャいいな。カガルチャも強いか。カガルチャもめっちゃ強いです。これ VMAX のダメージ装填できるんで。そうか。だからもう俺ルチャ2枚目だ。あ、ニルチャだ。ニルチャだ。あ、やった。いやでもルチャは何枚あってもいいんで。何本あってもいいのか。いや、1枚あればいいかな。あ、まあでもデッキごとに入れたいんであれば、はいはい、ルチャルチャ。でも1枚あればいいかもしれない。僕当たってないですよ。うんうん。1枚あればいいですね、これ。2枚あればですよね、マーさん。あ、なんか嫌な、嫌なやつ。嫌な、あ、取ってってる。じゃだ。見ました？じゃだ。トリッピーさんいい人だと思ってた人たち、今真実で、今こういう動きしてましたね。いや、気のせいだと思う。ちゃんと矢印入れとくから、俺。矢印入れるぞ。ピッて。トリッピーがいつものやつ。トリッピーの手癖がな。あ、でも SR まだまだ来ませんね。来ませんね。スジ SR 来てそうな気するな。あ、なんか。スジ SR、なんだそのニヤつきは。お前見たぞ。来るんじゃない？画面外だから。あ、ジナイパー V スター。来るんじゃない？いや、マワさんが期待すればするほどね。うん、あーって言った時がね、楽しくなるから。いやいやいや、待って、マジで来るって、本当に。あ、でもそうか。あ、もう全部サポートって SR いるんだもんね。あ、いますね。まあそっか、じゃあ、あ、でも島の市は嬉しいかも。島の市、確かに、うん、電木さんもいますね。電木は、いいや。砂ザメさんが電木さん当たったって喜んでたじゃないですか、うん、そう、俺も聞いててああおめでとうって俺から聞いててそんなリアクションなのって砂ザメさんも言ってたしね。似てるちょっとそう、最近イマジナリー砂ザメでやらせてもろてましたなんか違うな、トリッピーのリアクション思ってたんと違うな、違うなって言ってたいいそう、トブキ村、あ、ディアンス、確かになんか一緒に、何これ、ほうほう、綺麗綺麗、おお、あ、そうなんすよ、それこれいいな、キャラクタースレアの方法です。方法だ、はい、それはね、めっちゃ昔のポケモン金銀のマタツボミの塔ってところに出てくるお坊さんが使ってくる方法です。あったねめっちゃ昔です。あったね、懐かしいね。あー、そんな時代のそれが、そういうことです。すげえな、本当にゲームボーイの頃です、うん、いや懐かしい。いや、金銀はやったよな。トリピも金銀世代でしょ。もうがっつり世代ですね。ゴリゴリだよね。ゴリゴリです。あー、大元気 V スターの UR です。嘘でしょ。 UR です。 UR ってそんなに UR です。え、モースさんやばくない、これ。大元気、マジ大元気 V スターデッキ作るってことじゃないですか。大元気 V スター UR デッキ作ります、よろしくお願いします。大元気デッキは多分ミュー勝てますよ。弱点なんで。あ、そっかそうか、そりゃ強いわ。確かに。え、やばくね今日。めっちゃ運いい。え、やばいわ、震えてるわ。それは震えますわ。あと動画的にも出るタイミング100点だしこのぐらいで来てほしいやつ。天才ですね、これ。ちゃんと天才だわ。大元気ウルトラレイを使ってあげるんすよ、対戦動画で。いや、やるわ。 そこまでがやっぱ動画投稿者の、うん、なんか、うん、あのドラマって感じしません？でもさ俺の取り扱いでさ曲がっちゃったらかわいそうじゃん。確かに曲がっちゃったらかわいそうっすね。そう、でも UR いっぱいデッキはね、死ぬまでに一回作ってみたい、作ってみたいですね。生ずんと。はい、ということで2ボックス目、こんな感じでございました。素晴らしい。やばいね。いや大元気 V のウルトラレアは正直めちゃくちゃ当たりなんで。見抜き、見抜きはえぐい。興奮冷めやらない。運が良すぎる。最高最高です。幸せ、今日は幸せ、飯うま。ありがとうございます。ごちそうさまです。いいよいいよ。あ、やった。好きに食べて。やったやった、すごい。でも本当にすごいね。やばいね。バトルレージョン、こんなに勝てる箱じゃないはずなのに、うん、いや俺もそう思う。めっちゃ勝ってる。キャンプファイヤーに2枚抜きのあれが返ってきてる気がする。あん時は確かに、あん時はあん時でもろかった
おもろかったあれ、はい、はい、ということでそんな感じでございます。それではダブルクリームバーでお届けいたしま、入ってないですね、あ、ごめんなさい、クリームダブルですね、しかもちゃんとカードを愛してるからトリッピーは浮かしてると、はい、あ、とりあえずこれ5番出たらヤバいやつじゃないですか、俺多分黙るマーさんのカードっすよあーって言うと、はい、ということでそれではまた次回お会いしましょう、はい、お疲れ様です、はい、あ、やべ、じゃんけん負けた、くっそ雑魚が